おはようございます。職業に規制はないと言いますけども、競馬で生計を立ってる方はどう思います？パチンコで生計を立ってる方どう思いますか？じゃあ麻雀いかがですか？私は麻雀で生計を立てているというよりも生計すら立っていませんでした。毎日ローンとかね、ポーンとかね、3000金額ですみたいな感じでね、展望のやり取りして終わったらまた麻雀。そんなことで、まあ、はっきり言ってね、人生を無駄にしていたような部分もありますね。で、麻雀が終わると、まあ、夜食を食べに近くの焼肉屋さん行くか、まあ、和食屋さん行くかですよね。で、食事代は4000、5000円。で、一緒に行ったやつのおごるから大体2万とかになっちゃいますよね。で、次の日、朝というか昼前に起きて、また麻雀。次の日も麻雀。おそらく数年後も麻雀。そんな日々を送ってました。麻雀屋に優秀な人っていますかね？いや、私はいないと思います。で、麻雀やってる人は自分が優秀だと思ってるんですよ。でも自分の職業に一定の恥ずかしさを感じていたりとかね。いや、麻雀だって一つの職業だ。必要だからあるんだ。みたいに思うことはありますけども、じゃあ選べるとしたらね、仕事として麻雀を選ぶのか、それとも別のものを選ぶのか、選択肢が無限にあるとしたら、本当に麻雀選ぶんですかね？どうでしょうかね？確かにそういう方もいるでしょうけども、大多数ではないです。麻雀で生業にして麻雀で暮らしている方のほとんどが世間から後ろ指刺されているところを肌身に感じながら寒々しく世間の裏側で生きている、そんな感じじゃないかなと思うんですね。少なくとも私はそうでしたね。まあでもね、どう考えても久保さんだからできたんでしょうっていうのはどこにも当たらないですよ。まあはっきり言って落ちぶれて麻雀ですよ。趣味でやってた麻雀がなんとなく仕事になったというのは、麻雀業界の平均年齢って高いんですよ、ね、だって若い人麻雀しないでしょ。だから麻雀に勤めてる人って大体40代50代が中心になってきますから、私みたいなもんでもね、当時若手だったんですよ。30半ばを前にして麻雀店の、まあ、店員になるっていうのはね、若手だったんですよ、まあ、ですんでね、まあなんとかそこに引っかかったような感じですけども、ただ毎日麻雀になるとさすがにね、くたびれますよ。で、ゴールデンウィークとかもないですからね。ゴールデンウィークはお客さん来るから休みは基本的になし、土日はお客さん来るから基本的に休みなし、平日はお客さん来ないから基本的に休みなし、来ようが来まいが休みはない、何も勉強できない、どこにも出かけられないから見聞も広まらない、麻雀以外は見ない、麻雀の中で大したドラマは起きない。お客さんたまに来るから楽しいですよ。こっちとしては毎日なんで、ため息出ますよ。ね、そんなところに逸材っていると思います？で、もしね、麻雀店に勤めていた人が優秀で、久保さんだからできるんでしょって言うんだったら、なんで麻雀店勤めてるんですか、みんな。ね、それは自由な時間になって、自由なお金を手にして、麻雀そこまでやりたいかって言ったら、まあ、やりたい人もいますけど、少数派ですよ。仕方なく麻雀業界にしがみついているっていうのが現状です。まあ、ですんでね、麻雀店出身で1億2億ポンポンと稼ぐ人っていうのは多分私だけですよ。しかも麻雀で稼いだわけじゃないんですよ。麻雀を捨てたから稼げたっていうのはね、40過ぎて、いや、既得だと思いますよね。まあでもそこにはね、のし上がってるって気持ちは、のし上がってやるって気持ちは私常にありました。ただ麻雀やってものし上がれないんですよ。麻雀やっても周りの人もなんとかね、のし上がりたいと思ってるんですよ。まあ、けど麻雀の中に学びや教育ってのは非常に見つけるのは難しい。目標になる人物も結局私一人もいなかったですね。多分私も誰かの目標にはなってなかったでしょう。ということで、お互い足を引っ張り合う、その業界の正直な姿がそれですよ。麻雀業界ですよね。優勝した人を、ちなんだやつがみたいな感じで誰も喜んでないと。いや、麻雀大会の表彰式って本当様々しいですよ。なんか決勝、なんか予選の時は20択とかでスタートするんですよ。20択でかける4人でしょ。100人ぐらいいるんですよ。で、だんだん予選が進んでいくと、優勝の目がなくなった人って帰るんですよ。で、決勝択1個残った頃はもう誰もいないみたいなね。で、優勝しましたってもう人いないんですよ。寒々しい。ね、誰も拍手しないみたいなね。そんなところもまあまあありました。全部ではないですけど、最近はもうちょっとまともになったと思いますけどね。いや、というところでね、もしね、久保さんだからできるんでしょうって言うんだったら、私、麻雀屋の親父ですからね。だから今から見た人ってのは信じられないでしょうけども、
さすがに私ね、まだネットビジネス始めて8年ですけども、麻雀業界の方が長いですから。だからある人から見れば私は未だに麻雀屋の店長なんですよ。それでいいと思いますけどね。だからね、吉田さんも言われてましたけども、今必要なのは根性だって言いますけども、精神が定まっていなければどんな上等なツールとかね、どんな上等なノウハウを手渡されたところで精神が歪んでいればそれで結果を出すことはできませんよね。逆に言うと、どんなね古めかしい道具でも使い切ることができればそれでのし上がっていくことができるんですよ。最新鋭の武器があったところでね、どうともなんないんですよ。例えばちょっと違いますけども、最後この言葉で締めましょうかね。一頭の羊が率いる100頭のライオンの群れと、一頭のライオンが率いる100匹の羊の群れ、戦ったらどっちが勝つかってことなんですよね。ちょっと今まで言ってたのと例えが違いますけども、やっぱりね、リーダー次第なんですよ。リーダーが誰であるかっていうことによって最強の群衆も単なる集団になると。でもリーダーが優秀だと単なる集団も最強の組織になるんですよ。だからリーダーたる あなたの頭がね、この私たちの頭がどう体や世の中を導いていくか、使っていくかだと思うんですよね。でここがね、頭の中が、精神がダメだと、どんな優秀なものを使ってもそれを自分を攻撃するところに向かっちゃうんで、損失ばっかり出るんじゃないかなと思いますよね。ということですね。いってらっしゃい。